最近できる
上がったのが一回プールに入った後、じゃあ行くよ、ヒミコ、ステージの上に上がって、そこから、はい、回る、これが最近できるようになりました。すごいね、ヒミコ。すごい、ブレイクダンスみたいな。ね、ブレイクダンスみたいなんでしょ。セシは、かっこいいは動きはできないんですけど、可愛いらしい動きなら負けません。なんとセシ、ここから歩きます。よいしょ。合わせてみるので、みんなの息になったところ皆さん見ていてください。じゃあマミとセシ、準備はいいかな。セシはいいよ。よし、前も OK。 よし、じゃあヒミコをやってみるよ。よし、マミ行くよ。セシ行くよ。いきまー。まずは揃ってお辞儀から。はい、よー、ありがとうございます。じゃあ今度は回ってみよう。待って、じゃあ人だけ、お着物をセーラーです。
2019年目になりました。セーラーとは正反対でちょっと動きがゆっくりしてるんですが、結構すごい癒されるので、皆さんみんなの動き見てあげてください。オースです。そしてパートナーはメンバーの中でも最年少、先ほどちょっと顔出してましたよね、サワーです。若いだけやってて、今いろんなことに興味がある女の子です。僕は晴れのパートナーはピックです。さあ、ピックはね、とっても元気いっぱいなんですけど、たまにやりたくないとダダをこねることがあります。で、ピック僕たちは普段ここにいるメンバーに話しかけます。もちろんこの声で会話することはできません。ですが、少しでも気持ちが伝わればいいなと思って話しかけるんです。で、実際コミュニケーションを取るときどうするかというと、手や体の合図を使います。今からセーラに2つの合図を出します。まず1つ目は、いや、体を使った動き、左右に体を動かします。この動きに合わせてセーラも頭を傾けてくれるんです。で、もう1つは右手を上げる合図で、尾びれを振ってねという合図を出します。目を合わせるのがポイントです。じゃあセラくんからいる。まず最初は体を使った動きです。で、先に言っておきます、今からやるのすごく地味です。皆さん温かい目で見ててください。じゃあ今日は右左右右左でいきます。じゃあ今日見ててね。まずは右左右右左 OK。 ありがとうございます。しっかりね、僕の動きを真似してくれました。いいよ。じゃあ次は右手で、よ、見ててね。右手の合図で、この合図で尾びれを振ってくれるはずです。さあ、尾びれ振れるかな。答えてくれました。セラ、ありがとう。いいよ。2つとも合図でうまく答えてくれました。このように体を使った合図でコミュニケーションを取ります。セラ、おかえり。じゃあこの後は大内さんと一緒に遊んでてね。いろんな合図があります。なのでプリーターは何の合図を出したらイルカたちを張り切ってくれるか考えていろんな合図を出すんです。さあ、今セーラーが何かの合図を受けていきました。さあ、何の合図か。ジャンプの合図でした。お腹を出したジャンプの合図です。で、皆さんジャンプに目が行きがちなんですが、今度はこちらに注目してください。森田さん、今何してます？上に横向きになって上がるという練習をするんですが、これ1回はできるんですね。で、2回連続になると2回目に降りてしまうことがあるので、皆さん2回ともしっかりセーラーがステージの上に上がれるかどうか見ててください。ママ、さあ、よく見ててください。あの大きな体がステージの上に上がります。はい、じゃあ行くよセーラー、せーの、ほい、はい、降りない。おまず1回目はこうやって安定性上がれるんですね。2回目になるとちょっと上がりが浅くて降りちゃうことがあるので、もう1回上がれるか次が鍵なので、よく見ててくださいね。ここからが練習です。もう2回連続できるかどうかです。あと結構セーラー1回やったらもう満足しちゃうっていうのもあるんですけどね。もう1回いけるセーラー、いくよ、見ててね。3連続です。上がれて
もなおかつ落ち着いてるので今日の練習は大成功です。ありがとうございました。うわ、うまくいきました。あの、それらで普段やっぱり水中で照らしてるので、あやすりながらちょっと怖いけど、よくうまくいきました。やはり今日ビッグの活躍がすごいです。ありきっていうので全身使って水しぶき上げてくれました。原田さん、すごくいいですね。今日やってない方も目指しますから、いいですか。じゃあ次から本番です。まず